ジョルジャ・グエッディオはイタリアのミュージシャン。ヘビーメタルバンドマスター・キャッスルのボーカリスト。デイビッド・カバネル、ロバート・プラント、イアン・ギランなどの歌手に憧れていた彼女は1990年に歌手活動を始めた。20歳になる頃には多くのハードロックとヘビーメタルのバンドに参加するようになった。 2004年、ゴシックメタルプロジェクトのアーティスルナのメンバーになった。このプロジェクトで、ラビリンスとネクロデスのメンバーであったギタリストのピエール・ゴネーラと運命的な出会いをする。2008年にピエール・ゴネーラと一緒にマスター・キャッスルを結成。このバンドで、2009年にアルバム、フェニックスを、2010年にラストデザイアをライオンミュージックのレーベルでリリースした。2010年、 エクストリームメタルバンドのネクロデスによるコラボレーションを行い、彼女は2011年発売のアルバムザエイジオブフィアの中の一曲であるクイーンオブディザイアをレコーディングした。ありがとうございます。